ばり損ないめ。いいだろう。今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。というわけで、そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろう。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たちすべてを地球に送ってくれと。わかりました、海王様。お心遣い感謝いたします。ですが、シェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを。変えてくれ、その願い。フリーザとこの俺を除いた者たちすべてをに変えてくれ。聞いておったのか、悟空。気持ちはわかるが、ここはひとまず。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。でんでよ、最長老だ。最長老様。質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしいと。はい。さあどうした？願いはもうないのか？では最後の願いを。あれはドラゴンボール。ポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空。このフリーザを黒口にしろー。しまった。ポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、プピリとロンロンパ、パピッポ、パロ。いいだろう、了解した。ではここにいる2人を残して全員を地球に移動させる。どこなのよ、ここ。皆の者よ、ここは地球という星だ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に今我々に起こったことだけは伝えておきたい。はるか遠い故郷の星でまだ戦い続けている者がいることを。どうやらここの言葉で言わねえと願えは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう。先か星の爆発が先か、どちらにしても貴様には死しかない。なんとに勝てるわけがない。よっダメだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺が負けるか。魂に引っかかるな。いやうわうわくそー。パスじゃねえ。スロースロー。おおうわそんなうわを自宅とはいえ、貴様らしくねえ惨めな最後だったな。くしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。願いでチャオズが、2つ目の願いで天津飯が復活した。最後の3つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに。